デザイナードラックは現存する薬物の分子構造を組み替えたり、同じような基準を目的とした医薬品設計を行った抗成新薬である。しばしば規制薬物を回避するために行われ、現行法では対処できなくなっている薬物のことを指すこともある。この用語はもともと1980年代にヘロインに構造が似た数々のフェンタニル系合成麻薬に言及するため、 アメリカ当局が利用し始めたものである。アメリカでこの用語が知名度を得たのは1980年代中盤の MDMA の流行時であった。トリプタミン系薬物はゴメオディップとのデザイナードラッグ、フェネチルアミン系の薬物は MDMA のデザイナードラッグ、と評される。2000年頃からケミカルな合法ドラッグの流通、使用が日本でも盛んなため、それを指して、 デザイナードラックと評価されることが多い。1960年から1980年代に科学者のアレクサンダー・サーシャ・シュルギンが多くのデザイナードラックを生み出しその合成法や作用について記した著書を出版している。サーシャは2050年までに新たな幻覚剤が2000種類ほど誕生するのではないかと予測している。ドーピング規制にも同様のことがあり、特に ドーピング検査で検出されないように作られたアナボリックステイロイドをデザイナーステロイドと呼ぶことがある。ありがとうございます。